ました。今年初の池原ダムということで、いやちょっとね、琵琶湖が続いてたんですけど、やっぱり池原の六丸も狙いたいということで、今ね、ちょっと減水が結構してて、結構減水してるので、まあ、行ける範囲はちょっと狭いかなと思うんですけど、まあ、こういう今日はね、すごい雨が降ってこういう天気なので、まあ、人も少ないしプレッシャーもかかってないで、雨で、明日明後日ちょっと晴れるんで、まあ、今日から3日間、六丸狙ってガチ六頑張っていきたいと思います。さあ始まりましたね、池原修行が。ワクワクするな。まずはちょっと思い出の岩盤、そして思い出のリグで行ってみたいと思います。風速ダディ、あれまあまあこの辺から行きましょうか。岩盤を丁寧にずるずると下ろしてきます。緊張しちゃう、食ってんじゃないかなって。こんなに減衰すんだな、すごいな。今まで来た中で一番減衰してるわ。あ、ごめん、食ってた。しかも、ちょっと待って、ぬるってぬるって重たくない？ちょっと待って、これ網出なくて、やっぱ池原すげえ。何かが引っかかって
よっしゃウェルカムフィッシュ、はい、やっぱ釣れるな池原、しかも思い出のリグ。ちょっとあの思い出に浸ってたら当たりを全然取れてませんでした、朝一すぎて。いやこれはちょっとあれだね、サイズはそんなにだけど池原ダムで歓迎してくれたというだけでめちゃくちゃ嬉しい一本。は見やす。ちょっと次は見やすいようにチャートでちょっとバックラを。すごい雰囲気はすごい良き。まあ多分追い込むとしたらそこの岬なんだろうな。と思うので外側から。やった。
やっぱこれ釣れるな。ああ。うい。よっしゃ。釣れるなこれ。うわ、また食ってる。やばい。わあ、ごめんごめんごめん。やったー、かわいそう。落ちパクだったわ。すごっ。めっちゃ数釣り楽しめるじゃん。最高だよ。 Thank you。 いっぱい持ってきてよかった、このワーム。マジいそうなんだけどな。ポカンって浮いてるのもいないもんな。はい、お疲れ様でした。デイ1終了です。まあ、なんとか、数は釣れたんですが、なかなかこうサイズアップというところに繋がらなかったんですけど、でもね、バラムでチェイスがあったり、まあ、ミエバスがいるところとか、あとはアフターの魚が入ってるところとか、数が入ってるところとかね、結構いろいろヒントは得られたので、明日明後日に繋げてサイズアップを狙って、最終的には60頑張って釣りたいと思います。とりあえずデイ1お疲れ様でした。